いまいち思い通りに動いてくれないわね。孫悟空の息子だからなのかしら。あら、またあんた、しつこいわね。腕を上げたようだな。感じるぞ、強大なエネルギーを。そろそろこいつのエネルギーも回収させてもらおうかしら。お前たちの思い通りにはさせない。はあ、あんたはトランクス、なぜここに。俺たちは地球の流れを守るタイムパトローラー。お前たちの行いを止めるために来た。そうだ、あんた違う歴史から来たのね。サタンやゴハンさんの様子がおかしいのもお前たちの仕業だろう。一体何のためにこんなことを。私たちの未来のための実験とでも言っておこうかしら。実験だって。ふざけるな。ふざけちゃいないわよ。失礼したわ。科学者が実験して何が悪いって言うのよ。こいつらは時間の流れから外れた連中。彼らとの戦いは歴史の干渉に当たりません。俺も一緒に戦えます。いいこと思いついたわ。ミラ、ここは任せるわよ。おい、どこへ行く。お前たちの相手は俺だ。一人で俺たちを相手にするつもりか。がったりさせるな。いいぞ、なかなかのエネルギーだ。本当に効いているのか。攻撃は当たっているはずなのに。かりかかりだって言うのに。言ったはずだ、がっかりさせるなと。この程度ならすぐに始末してしまえばよかった。まだ力を隠していたのか。お待たせミラン、今回はここまで。一旦引きましょう。どうした、孫悟空。より完璧になり戻ってきた私におじけづいたか。
ここはもういいわ。でも、じきに面白いものが見れるわよ。決着はまた今度だ。じゃあね。くそ、逃げられたか。仕方ない。ごはんさんの様子も気になります。みんなのところに戻ってもらえますか。これはまた時の巣からサポートさせていただきます。よろしくお願いします。セル死の淵から蘇ったことで私はさらにパワーアップして戻った。何がおかしい。気でも触れたのか。僕の思い上がりで死んでしまったお父さんの仇が打てて嬉しいんだ。この手で殺したかったと思って聞いた。ご飯のやつどうしたんだ。急に様子が。ミラたちのせいでしょうか。ご飯さんのパワーが落ちているようです。ご飯さんを助けてセルを倒してください。
やった！やった！どうやら助かったようだな、俺たちは。